皆さんこんにちは。吹奏楽チャンネルホルンビーキ、ヤモリ金魚ことヤモ金魚です。イエーイ。吹奏楽の吹奏楽による吹奏楽のためのチャンネルです。ホルン情報多め、ヤモリ金魚の独断と偏見で成り立っております。本日は、ゆかちゃん先生とのコラボなんですけれども、あの中学校の吹奏楽部で金賞を取った経緯までお話を聞こうかなと思ってるんですけれども、まずゆかちゃん先生とヤモ金魚の関係なんですけれども、あの同じ吹奏楽団にちょっとの間だけいたんですけど、ホルンのプレイヤーとしてすごく上手です。やっぱり大胆かつ繊細っていう感じですね。ゆかちゃん先生のホルンを聞いたら、あ、ホルン一筋でやってきた人だなっていうのがわかる。だってアレキサンダー吹いてるんだよ。あんな暴れ馬よっぽど腕に自信ないとやろうと思わないよね。だってヤモ金魚ヤマハのポニーでも手なずけるの苦労したよ。あの楽器が上手いっていうのと指導っていうのはまた別だからね。ホルン以外の楽器って分かるのって単純に思うんだよ。一曲作り上げること追求することって本当に大変だよね。ゆかちゃん先生は中学校の先生だから転勤もあるだろうし、多分赴任していきなり金とかって取れてないと思うんだよ。1回目の金っていうのが多分一番しんどいんじゃないかなと思う。そういう経緯を今日は聞きたいと思います。ゆかちゃん先生でーす。会いたかったんだけど久しぶりだね。で、本日なんですけれども、ゆかちゃん先生の金賞まで導いた経緯みたいなのを皆さん知りたがってると思うんですよ。本当ですか。いつ見ても波乱万丈。高校時代の経歴はどんな感じでした？関西大会常連校で中高一貫の学校に通ってました。あー、ということはそのゆかちゃん先生が学生時代っていうのはどこまで行ったのかな？関西大会まで行きましたね。銀賞ですけど。で、地区大会が金で、県大会金で、抜けて関西で銀。そうね。はい、そうです。練習自体はすごい厳しかった、うんうん、そうね、あんまり休みはなかったね。もう関西大会に行かないともう悲しい。あー、あの皆さんね、音楽の先生と思ってる人すごい多いんですけど、教科は違うんだよね。教科はね、あの実はイングリッシュティーチャーなんですよ。そう、英語なんですよ。そうなんです。で、あのその吹奏楽部の顧問にゆかちゃん先生はなりたかった？あの別になりたいと思ってたわけじゃないんだけど、うん、まあ、ずっと吹奏楽だったから、うん、なれたらラッキーかなーぐらい、うん、だけどもやっちゃったらハマるよね。私前のね、ゆかちゃん先生の動画で精神が 98% っていうことを言ってたんだけど、ベクトルを揃えるっていう意味なのかなって思ったんだけど、大会に向けてこれを目指すんだっていうベクトル、それはめっちゃ大事だね。学生ってさ、なんかその生活リズムがすごいみんな似てるからさ、合わせやすいかなっていう気はするんだけど、それでもやっぱり、あ、そう、こういうつもりじゃなかった。そうだよね、全然合わないよその強豪校だったらやっぱり覚悟を持って入ってくる子も多いけど、そういう学校じゃなかったじゃない？違うんだよ。だけどあとね、親のベクトルもね、合わせた方がいいんだよね。ああ、協力がいるんだよね。めっちゃいるね、やっぱり学業との両立みたいなものもあるじゃない？そう、なんかテスト習慣とかになると、まあ、効率だから練習できないんだわね。あのみんなでこれをやっていくんだ、この賞を取るんだっていうのを合わせるのが第一歩って思うことなの。第一関門かもしれない。そうだね、まあ、それをやるって決めても途中で、ね、意思が弱くなったりとかすることもあるから、一度決めた目標にずっと突き進ませるっていう、そのこともめっちゃ大事だね。ベクトルをずっと変えさせないっていう。この動画が気に入った人はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。